あげた方がいいあ、私あ、あ、あったいきなりいいだね、びっくりしちゃった今あげた方がいいかなって言ってお母さんがあの台を出してくれました友情テープでどう <laughs> いうこと段をあげるってこと <laughs>、うん、本当でも私全然このアングルでも大丈夫だよ <laughs> うん、ありがとうあでもどういうこと高すぎあ、高すぎ、あ、逆に高かったこれはねありがとう ねえっ、ー、とあ全然この角度にしようかなと思っておりますこれかなあ、ティッシュティッシュティッシごめんねジュージョーテープくださいで、爪かわいいありがとうございますちょっと長かったこれ自分で自分であ、オッケーちょっとごめんなさいすいませんよいしょいきますねじゃちょっとガンを上げますよいしょ 大丈夫かなおなしなしちょっと上げましたちょ,ちょっとちょっとちょっとということでありがとうございます、ね、皆さん来てくださった方なんか残念ながらねそうなんか全く映らなかった方とかもいらっしゃったりしてそうあと電波の状況がね良くなかったみたいな感じの方とかもいらっしゃっててそうありがとうございます肩にピーマン入れてる入れてないわよ <laughs> そう 初めての共同作業共同作業かもねあとそうでも本当に楽しかったいろんなお話がねさせていただいたりして台風の影響なのかなね電波もそうなのかなねこちらのねそう状況は大丈夫だったんですけどね台風の影響とかもあるのかなよいしょね結構多かったよねそうそうそうちょっと待ってね角度を少し変えまああこ,こだ変えますよいしょということで大丈夫かしら あ、いいよいしょ。ああ、は <laughs> がれちゃう。そう、あれかな。えっと電波の飛び悪いかも。あ、やっぱ影響してる部分とかあるのかな。ありがとうございます。よいしょ。大丈夫かな。こんな感じでございます。大丈夫かな。そう。調子が悪いときもあった。あ本当？じゃ台風かな。でも皆さん気をつけてください。大丈夫かな。皆さん大丈夫ですか？ね、大丈夫かな。 隠してるあ、今カクカクしてる今あれかなあ、お父さんお誕生日おめでとうございますありがとうございます54歳になりましたありがとうございますねえあ、言ったあれ <laughs> あ、シャルマって知るあ、良かったです良かったですなんだっけねみんなそうでね来れない方とかもいらっしゃるみたいでそう、いらっしゃるみたいでねね、大丈夫 ?19 日心配ですよねなん,かこうもうなんか来れないかもって言ってねそう、いけないかもってその お話会で言ってくださる方とかもいらっしゃっておめでとうありがとうございますねありがとうございますそうだったりとかあ、本当と Wi-Fi の調子悪かったあそうなんだねそう、お父さんね、私のお父さんですそう、今日今日の、そうだよねそうだよね、ちょっと逆に調子良かったっていう方もいらっしゃいますよね帰れないかもですよねそうあ、ま前ね、そう今ね50、あの55歳って言っちゃうな、お父さんね <laughs> そう、ちょっと心配だよねそうなんですよね19日行きます待ってるね大丈夫かなね 行けるかなあ、本当西西方に行くあ、そうだよね帰りが厳しい感じで、ね、次の日が厳しいのかなに二十日の九時ぐらいとかがなそう厳しそうな感じですよ、ね、あそう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 関西方面からお天気が荒れそう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 なんですそうなんですそうなんですそう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 たうそ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 そう 実物そう。これをプレゼントしました。父にノースフェイスはい。ありがとう。お父さん、そう。これはそう。お父さんが何欲しい？って言ったらこれ欲しいって画像が送られてきたので <laughs> これを送りました。あそう、逆にそう。19日の気温もかっこいい。ありがとう。そう、これね、ボンっそのお父さんノースフェイスさん好きなんですよね。そう、オオカがすごい。暑いなっていう話も今日あって。あ で絶対暑いよね絶対暑いよね <laughs> なんかなんだっけフーン現象みたいな感じかなねありそうだよねそう絶対暑いよね絶対虫虫暑くなりそうな予感なのでもしね皆さん来てくださる方来られる方は気をつけてね確かにいつも暑いんだけどねなんかそういつも暑いんだけどさらに多分暑いと思うのでそうフェーン現象ですよねそうだよね そうなのでリアルサウナになってしまうかもしれないので本当にそうそうそう本当に対策とっていただけたら嬉しいなって思いますそうねそれ現象があってそうマジそこ暑いからね暑いですよねまだまだそう30度ねそうだよねメンバーも気をつけますねねえそう確かに確かに。 えっと半袖短パンかなそうだね半袖短パンがいいのかなみんな気をつけて本当夏だと思って来てくださったら嬉しいなって思いますうんまりなちゃんが汗で見えないどうした汗汗がいてるってこと今ね焼き釜になっちゃうね <laughs> 当日券のお話はですねあのあれです、えっと、遅いその7部の部7部の部を持っててもあの一部の部が買えるっていうことにそうマネージャーさんに聞いたら言ってらっしゃったのでそう前に多分最終的な、あのー、コメントで教えていただいた通りでしたうんありがとうございますえー、今日は1部繋がらなかったけど2部ありがとうございましたあ待ってますねそう,そうなんですそうなんです来月行きます待ってますねよかったよかったありがとうございます 来月はマリナちゃん違違う間違えた、えー、っとマリナちゃんと暑い一日を過ごしたいなハート <laughs> あ,ありがとう <laughs> そうそうなんだよねそうでもそうなんですよ私19日がそうありがたいことにそう完売をさせていただいてるのでもしかしたらそ当日券がないかもしれないですごめんねそう。 なのでよかったらあのー、他のメンバーの件を取ろうかなと思ってる方とかいらっしゃったらぜひぜひ待ってますスポットクーラー持参で行く<笑><笑>大っきいけどいけるお <laughs> っきいけどねそうなんですよね嬉しい姫ありがとうございますないかもそうなんですよねそう,なんでそうなんですそうなんですうんえー、っと早く公式ラップしていいねそうだね発表していただきたいのとでもどうなできるかなねできるといいなぁと思ってますさっきせいきます <laughs> いいってらっしゃい。<laughs> 19日は仕事あ。頑張ってね。頑張ってね。姉さんになったんね。そう。姉さんになった。姉さんになって。来月ね、27歳になります。<laughs> 何まりちゃん、今日はリカちゃんのえ何安定？こう？安定剤になってくれてありがとう。安定剤になれたかしら？<laughs> 安定剤になれた。<laughs> えーと、さ、そろそろサイン入り生写真届くかなあ、届くんじゃないですかまだ届いてないかな届いてないですかねね、1ヶ月切ったね1ヶ月切りましたまだ27だよありがとうございます嬉しいあら、さあ <laughs> ありがとうございますねあら、さあって来てくれてそう、あら、さあですみえ、びえない絶対嘘でしょ <laughs> 今日もありがとうこちらこそありがとうございますそう、まだ来てないまだかこれからかな 今日もあ,あ、ごめん同じ 2>, <laughs> この2回も言わんとしちゃったいつもりかちゃんのために本当にありがとうえ何かしてるかな私全然何もしてないけどね17歳の間違いでは<笑><笑>えっとそういえば届いてないねそっか届いてないかそうえっといくつになってもいつ好きで生き続けますありがとうございます二十歳にしか見えない絶対嘘でしょ <laughs> ねそれはそれは嘘でしょ 高校何年生だっけ高校もう何何年生12年生とかじゃないあれ違うかなあそうなんだ予定あそうなんだ発想予定だったんだそうなんだねそっかそっかえー、っと365日24時間かずっと可愛いですありがとう <laughs> 嬉しいそう言ってくださってありがとうございますしかもアバターも可愛い推しって書いてあるありがとうございますえー、っと昭和生まれじゃないからまだまだ若すぎます <laughs> ありがとうございますねそう一応平成生まれで,です えっと、あさっぷの服装は決まっていますか。あ、決まってます。うん、決まってますね。えー、っと、リカちゃんに不良教えてくれてありがとう。あ、ありがとう。<laughs> 全然、全然不良教えるの全然大丈夫です。来週かな。来週ですかね。うん。何年、何回留年した、何回留年したんだろうね。<laughs> そんな留年できるんだ。<laughs> 多分高校生の。うん、十、十二年生だと思う。十二年生だと思います。きっと、きっと。 ちょっと計算してないから分かんないんだけどうんあこれこそ台風の影響で発送が遅れそう確かにね遅れそうだよねそうだよねみんな待っててねごめんねそう待っててくださいねそう誕生日は自分自分身にプレゼント買ったりするどうだろうでも今なんかめっちゃ欲しいっていうものが遠くになくってなんだろう何があるかな自分自身の欲しいものえ今なんかえどうしようって感じかな で皆さんは自分自身に誕生日プレゼントとかなんかプレゼントとかなんかなんだろう欲しいものとか買ったりとかしますか？するかな誕生日だしみたいな自分自身に送ろうみたいなってありますか？お金お金 <laughs> そう正直もう買えたのでそうなんだよねそうえー、ご褒美にスイーツとか買うタイプえー、ご褒美にスイーツはあれかも自分自身にっていうのはあんまりないかもしれないうん。 なんかメンバーにとかは買ったりとかはあるけどあと家族にとかはあるけどなんか自分だけのために買うってこともないかもしれないなんかみんなで食べるっていう時は買うけどかな記念日関係なく買っちゃいますあ買っちゃうそうだねそうだねでもお洋服とかもね普段結構買ったりとかしてるのでおしゃべり会とか撮影会とかあったりするのでそうお洋服とかは買ってるから逆にもしかしたらないかもしれないうん。 そうなんですよね自分へのご褒美んだろうねもしかしたら多分これ欲しいっていうものがあれば買うかもなんかカメラみたいに買ったりとかっていうのはあるかもしれないですねうんねえー、っと食事は少し豪華にあーなるほどねそっか豪華にねそれも確かにいいかもしれないうんあめっちゃ美人あ本当？ありがとう。 自分にプレ,たプレゼント感覚ないあそっかそっかそっかレンズねレンズもいいよねなんかレンズも新しいのも、まあ、確かに欲しいなーと思ってるからあレンズいいかもしれないマリナにとってプチ贅沢とは何ですかえー、なんだろうプチ贅沢なん,なんかその感覚的にはよりにマック食べることかな <laughs> えっかるなんか いなんか夜にマックを食べることがなんか贅沢かもしれないなんかなんだろうなんかこんな時間に食べちゃったみたいな <laughs> っていう <laughs> なんか贅沢かもしれないえわかるわかりますかなんかなんだろうお昼にマック食べるっていう感じがあるんですよ私の中でなんかお昼マックとかはわかるんだけどなんか夜にマックってあんまり今までなかったからそうなんか夜にマックとかなんか食べたと はなんか贅沢な感じするかもあもう今日夜もだったいいねいいねそうかな <laughs> なんかわかんないけど <laughs> そうあビッグバックだと思った <laughs> 全然 <laughs> エビヒーローとか好きですあ月見バーガーねいただきましたえっとねこの間の七子の生誕祭の時に曽安藤さんが買ってくださってそうなんですよちょっとね <laughs> なんだろう背徳感っていうのかなそうかな うん、あ、夜はそう白米食べてるイメージそう白米食べてるかも夜はご飯食べてるかもしれないうんかなーそうあポテ投げ買ったあ一緒ですね月見月見食べましたうん美味しかった月見年久しぶりに食べたらえー、っとめっちゃ美味しかっためっちゃ美味しかったマックえポテトのイル2個食べちゃったおいいね <laughs> いいですねポケ投げお得だよねそうだね一緒のセットのやつですよねかなそう 女の子だからたよ,り食べより感じるのかなああそうなのかなそうなのかなうんかもしれない明日は結婚記念日なんだけど仕事だから今日はささやかな食事会でしょあいいですね素敵素敵明日食べる予定食べてね美味しかったよすごいね毎年出てるもんねえっ、ー、と帰りにマックやろうかと思ったけどえっ、ー、と我慢して帰ってきたあごめん <laughs> マックの話しちゃった <laughs> いや、バイシュルの安藤さんじゃないよ。安藤さん、私が頼んだわけじゃないですよ。安藤さんマックでお願いしますって言ったわけではないです <laughs>。言ったわけではないですよ。ちゃんとなんか今日あの？ガタちゃんってそう言ってくれて、あの今日夜マックにしようかと思ってるんけど、どれがいいみたいな。もうや安藤さんの話し,した。私今安藤さんの話したそう。どれがいいって。 言っていただいたから、そう、あの、ちゃんとね、選びました。そう、選びました。まあ、月見がいいです。お願いしますって、そう。そう、わかった。え、わ <laughs> かりました。そう、安藤さんのものまねしました。そう。<laughs> えー、あ、すき、え、すき焼き月見、めっちゃうまかった。あ、そうなんだ。めちゃめちゃうまかったの。えー、いいな。すき焼き月見。すき焼き月見は食べたことないので、あ、想像できた。想像できた。<laughs> そう私ねスタッフさんからはガタさんって呼ばれてるんですよねあチーズの方食べたんだチーズの方も美味しいよね私なんか普通のなんだっけもうナチュラルナチュラルって言った何ていうの王道の月見食べたから今度またすき焼きとチーズも食べてみたいなうんノーマルが一番好きあ今メール来たありがとうねあ BB えマック食べたあっバーベキューだったんだいいねいいねそうガタさんって呼ばれてますうん <laughs> えいいなすき焼き月見食べたんだ 三年ぶりぐらいに今年月見食べるだ、あ、すごいね、三年も経ってたんだね。えー、七味、あ、柚子七味ソースも美味しい、美味しそう。いいな、明日のランチ、月見、えー、間違えた、月見って何。月 <laughs> 見ってなんだろう、すき焼き月見にします。月 <laughs> 見って何。<laughs> すごい、すごい、訳しちゃった。月 <laughs> 見って訳すかな、訳さないか。えー、あ、真っ赤な時だ、明日買おう。ね、明日ね、ごめんね、我慢、我慢、今日、我慢したのに、ごめんね。 いるカチョウカチョいるどこ行っちゃったカチョウどこ行っちゃったそすきみって言っちゃったね確かに覗いてるみたいになっちゃったすきみ、すきみお願いしますえ通じないかな、すきみって言ったらね通じないかな、すきみすき焼き牛丼にします、美味しそうねすきみが深みうまいね、インフン出るすきみすきみ言いやすいよねえゆ訳す人いないかな、すきみくださいっていないかあ、そう、猫です そう実家で猫ね飼っててそういましたかね大丈夫かなうん明日し見月見月見ださいって言ってみよう言ってみて是非月見ださいって活 <laughs> 用ってあありがとうございます NST まつりさんにもねあの出演させていただいて出演させていただくのでそうお待ちしてますねありがとうございますね私結構久しぶりだと思う出演させていただくのそうありがとうございますそうなので是非よかったら 待ってますね。マグロのすきみってあるの？あ何それ？マグロのすきみってそう。猫ちゃん達おとなしいかも。今日うんえっ、ー、と。なんとなく通じる。明日の昼決定すきみハッシュタグすきみ <laughs>。ね、えっ、ー、と今日はコンセント大丈夫だったあ。今日はコンセント大丈夫だったよ。下になかった <laughs>。そう。ゲームの時はね。そう下にあるんですよね。そう下にあるんですよ。だからそうたまに潜ってたんですけどね。うん。 なのか,か初めて見たのかな私が潜る姿多分5年ぶりかあ本当は5年ぶりかそっかええー、5年も経ってたんですねありがとうございますよかったらお待ちしてますねありがとうございますちょっとお茶飲みますね今日のお茶は体めぐり茶です自動販売機にあった「体巡めぐり茶」ですうんえー、っとそう 潜ってた潜ってた <laughs> そうちゃんとね場所知ってたのそう下にあるやつ知っててそう突然潜るからそうだよねそうだよねうんえー、っと7年一緒にいたのあそうだね多分あのプラトームが変わったからかなそうゲーム部ソワールームさんになってからそう多分ね潜る姿初めて見たのかもしれない潜り私 <laughs> そう今日はねおしゃべりかそう東京からでした初めまして初めましてありがとうございます 初めまして。万内のステージって久しぶりそうですよね。なんか新しくなってからね。そうですよね。ねまたこうやって立てるの楽しみにしてます。あそこのステージでね。やらせていただきますもんね。ありがとうございます。えー7個いい写真撮る本当を撮ってた。<laughs> ちょっとメテルギアになってた。<laughs> 潜るって表現 <laughs> あー。そっか。休憩なかった。あ、また待ってますね。 ありがとうございますありがとうございますそうステージの場所が変わったからそう久しぶりなんですよねそう頑張るねリハレッもレフスも頑張りますねありがとうございますありがとうございますねよいしょあ今固定してるんだっとこれそうだあそこそうやったねさあそこのステージに立てるのでね嬉しいです変わってからありがとうございます可愛い,い、はい、なに何あすごい見して買ってくれたのあ前も買ったよね食べるってお母さんが見せてくれて かわいいかわいいねこれドーナツ前にもドーナツ食べた時だかわいいなんか見せてくれたありがとう後で食べるね <laughs> 後で食べますありがとうございますそうかわいいよねそうなんですはいあっそうだからそう不具合なかったんそうこっちではね不具合なかったんですよねそうそうそうバステンターのえっ、ー、とステージャンあっそうですそうです上のねそう 食べるのもったいないそう食べるのもったいないよねマリちゃんたちが前に描いた猫たちみたいかわいい可愛いね可愛いですどうしようねそんなに可愛いのに食べるの食べます <laughs> 後でいただきますねうん、うん、美味しそうね美味しそうだねそうえでも,もね台風のちょっとお話が戻ってしまうんですけど台風がねちょっとどうなるかわからない いいからね。皆さん本当来てくださる方はお気をつけて来てくださいね。うん、そう、気をつけて来てくださいね。うん、食べられちゃう。食べます。<laughs> その後で写真撮って食べます。ねえ、えー、っと可愛い,いって言いながらでかぶりついてた <laughs>。懐かしいですね。めっちゃ食べたの？懐かしいですね。うん。 ね、そうだよね延期延期になるかな,なんかそれもちょっとなんか微妙な判断のところですよなんか新潟来るのがなんかちょっと一日遅れだったりとかするからさねえちょっと微妙ですよねそう一番そう飛行機の方が大変かなーって思いますうんねえ明日たって仕事でそうなんだねあ有形にしたんだねそうスピードがそうだよね予想通りなら大丈夫そうですよね そうだよねどうなるか読めないですもんねそうなんだよね読めないですよね車で行くと気をつけてね確かに移動絡む方はねいいんだよね日本海外を通りそうですよねねえ大丈夫かななんかどっかそれたりとかなんかいきなりなくなったりとかしないかなねえ19日23日楽しみですありがとうございます19日新幹線が運行で普通に運行してくれたら行くあ待ってますねそうだよね そう新潟の状況的には大丈夫そうだけどそう来てくださる方遠くから来てくださる方だとねちょっと心配ですよねそう行き帰りがね大変ですよねねえみんな気をつけてね本当にねそう気をつけてねなくならないかな台風台風行きないなくなったりしないかそれはないかあさってえっ、ー、と久しぶりにツーショット行きますあ待ってますねありがとうございますありがとうございますねうーん にしちゃんこんばんは。にしちゃん <laughs> あに西ち,、ね、ちゃんです、私、そう。えー、っと、今日は大きにありがとうございます。えー、っと、三期生、あ、そうだよね、外でね、やるの大変だよね、絶対ね。そうだよね。いきなりなくなったらそ、それはそれ、あ、大変な、あ大変なのか。<laughs> ごめん、何にも考えずに言っちゃった、ごめんなさい。えー、っと、19日、ゆっくり泊まる,だ泊まるつもりだったけど、日帰りかな、あー、そっか、次の日のね。 そっか止まっちゃったりしたら大変だもんね。ねえみんな気をつけてもしね来られる方気をつけてね。あそうなの20日のお昼間そうだよね20日にそうだよね通過するみたいですよね。ねえ帰りが遅くなりそうな予感そうだよねだからその次の日お仕事の方でちょっとね動かないと大変だなっていう人はなんか来られない方とかいらっしゃいますもんね。車で行くつもりだけ帰る心配ですよねみんな気をつけてね本当に。 台風次第あ間違えたえっ、ー、と、えー、お天気次第で海外面に帰ったらごめねあ全然大丈夫ですよありがとねそう本当にちょっとねなんか何ともね言えないしそうねなんかさっきもなんだっけ台風な,なんか書いてあったよね「台風と陰で私と解きます」みたいなその心はどちらも読めないみたいなことうまいこと言ってる人いたんですけど <laughs> ねえ外の方は気をつけてほしいそうだよね台風どっかね 言っちゃえばいいですよね。ねそうなんかうまいコメントしてる <laughs> してる方いたけど <laughs> ねあーそっかそっか高速かそっか高速もねそうだよねそこも心配だよね私結構読める方だと思うけどどうかな <laughs> 私どうしかしら結構でも私の心は多分簡単に読み止めると思いますようんそうね <laughs> 見逃さないそう。 あ、同時に3つあ3個も着てるんだえ知らなかったごめんありがとうございます教えてくださってねえあ漢字が読めないってこと心じゃなくて本書は分かりませんえもう本書だよこれワンピースだったのあワンピースですこれうんそうかえっ、ー、と漢字とかねそうだエ、ね、クタイムとかけたらね読めないねねえ飛行機飛ばないか気をつけ本当ほんとなんかどうなるかっていうのがほんとはっきりとまだねわからないしたぶんきっとこう ね、判断するのにもどうなるんだろうって感じなんですけども、ねー、でも、できたらいいなって思うし、なんか台風がそれてくれたら、一番ね、みんなが来れる状態でね、来れたらいいなと思っております。あ、バス移動バス移動なんでね、そっかそっか、ねー、気をつけてね。えっ、ー、と、三期生の例も、三期生の例、どうするかも、早めに教えてほしいです。うんうんうん。<laughs> うん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 。 あそうだよ、ね、確かにね7個も最後かそっか最後のそっか撮影会だもんねこんばんはこんばんはね確かに風強そうだそうだよねうわみんな気をつけてね今もね雨降り始めてきてさそう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 ねーなんかいつかまた使えるみたいな後日使えるみたいなね形にしてくれたらね良さそうだよね確かに外だと大変だよね3期生ねそうだよね こんばんまりな今日はありがとうこちらこそありがとうございます振り替えみたいな感じになるといいよね一番をね振り返えにしてくれたらね良さそうですよねうんさっきね降り始めてねそう雨降ってたんですよねうんね確かに <laughs> そうだよね会場暑くてでお外を終わりでって言うとちょっとこね困っちゃうよねみんなも私たちもね気をつけますね気をつけますそうなんかね東京雨降ってるうん。 さっきと二人気になってるから二人とも行くか何の決意 <laughs> ここで、ここで決意するの流行ってるの <laughs> ここで、ここで決意するの流行ってるのかしら <laughs> 行ってきて、行ってきてねね <laughs> 決意表明流行ってるのかな、ここでね <laughs> ねえ、えー、っと、あ、本当新潟いい風吹いてて気持ちいいそっかそっか ちゃんとお知らせしてあそういうこと私にお知らせしてくれるってことあそういうことねそういうことねなるほど僕はまりちゃんしか行ったことないからうん、ちょっと嘘だねはい <laughs> 自分は一人ですほんとだえどっちえどういうこと自分は一人です誰だ <laughs> 誰だろううんえ池田けても一人池けても一人どういうこと池けても一人えー、っと律儀にね確かにね そうね確かに着替えとかそうだよねなんか濡れ,濡れてもいいようにというかあれだよね濡れた時の場合だったりとかねそうだよねえー、っとマリネちゃん一人でマリネちゃん一人ってことそういうこと ?19 日のねお洋服はねもう決めてありますそう決めてあります濃厚,接触な濃厚接触者なので行けませんあまた待ってるねそっかそっか何もないといいね大事にねねそっか僕はぼっちどういうこと <laughs> ぼっちじゃないよ まりちゃん、今日も可愛いですね。ありがとうございます <laughs>。あ、気になってる3期生がってことね。そっか、そういうことね。ありがとね。そんなことない。ありがとね。言ってくださってありがとうございます。当日誰かの当日券買います。うん、すごい決意。ここでも <laughs> 決意がむしろええー、と隠してくれるから、まりちゃん的にはマシなのあ、そうだね。まあ、言ってくれたらいいけど、ちょっと突然の決意。ちょっとびっくりしちゃった。1部さえーと一部から並ぶ走り回ります。気をつけてね。<laughs> 気をつけてね。待ってるね。 さ期生と会ったことね。あ、これからかな。これからかな。もちろんマリスアシカです。ありがとうございます。<laughs> その決意見逃さないそうだね <laughs>。えーっとツーショット初参加だけど、台風でどうなるかなねー。待ってるよねー。待っていますね。うん、あある意の試合見に行ってきます。あ、気をつけて行ってね。気をつけて行ってきてね。いつになったらツーショット撮れるのかねー。待ってるよ。そう。初のツーショットの方もね。取れるといいなぁと思ってるんですけどね。 9月の生写真可愛い。あ本当？可愛いですか？ありがとうございます。ウェイトルスさんの格好しちゃいました。うん。なのでぜひちょっとチェックしてみてくださいね。ありがとうございます。そうだよね。気づいたら星さんのえっ、ー、と生写真ポチったなんて言えないよな。ちょうど星になったけどあえて星にしたのかなこれ <laughs>。あえて星にした？星の使い方上手だね。うんと今のところはそうだね。今のところはやる方向ではいらし いるんですけどもどうにどうなるかですよね。うん、そうセルフ多分セルフでおしくにしたかな。<laughs> そうあまたねそううちはあの新しいの作りたいなと思ってますし、なんか今回いろいろと小道具を用意したので、そう用意したのであのその時にまた使えたらいいなと思うのとあと品書きをできたらいいなと思ってますので、向かったら待ってますね。うん。 えっと雨予報ないよねあそうなんだあ雨予報ないんだねそっかえー、っとあさってのさあさの話してます小道具も用意してあのポーズのメニューを書いとくのではい待ってますねうん、ま、めっちゃマック混んでる本当あ3連休だからかな生写真ポチってしまったあ好みでしたか <laughs> お任せししまますわかりました あ小道具は作るっていうかうちわはねあの貼り付ける形になるんですけど小道具はなんかもうお母さんが買って用意してくれたのではいピコピコあま以外にありますまたそれもあのー、モバメの写真に載せますね載せますねありがとうございますえっ、ー、とツーショットいけたら優しくお願いしますあわ分かりましたわかりました優しくしますねピコピコあまも持っていきますうん猫じゃらしも持っていきます猫 <laughs> じゃらし出されたら猫になってくださいねはい えっと生写真素敵でしたありがとうございます本当ストレート特に好きですありがとうございます嬉しいありがとうございますうん無知とロウソくありますかないです <laughs> ないであそうこの間のねショールームを参考にいろいろさせていただいたのではい是非何かいろいろといいいろいろ写真が撮れたらいいなと思ってますよかったらまたねあの小道具とかも持っていきたいなと思ってますしその19日以外にもねそうなので いろんな写真が撮れたらいいなと思っております小道具いっぱいで嬉しいですありがとううん、楽しみにしててねえー、きっぱり <laughs> きっぱりね <laughs> またたびはちょっと持っていく予定はないんですけどもごめんねはははこれね, <laughs> <めん>ね <laughs> えっと、みんな怒られたいのかなあー、どうなんだろう怒られたい人多めかもしれないねうん、M な人多いかもしれない <laughs> ほんとそっか,4年ぶり本当そっかオンラインとか覗くとってことかなねえう,う感じかなえー、っと、M、多めかも <laughs> そう30度超えてるんだよねそうなのでほんとみんなね蒸し焼きに蒸し焼き蒸し蒸されないように気をつけてねほんとねははは怒らないで <laughs> 怒ってないよ <laughs> 大丈夫ですようん褒められたいですわかりました くたもめますねあ、焼かれたら大変か <laughs> 焼かれたら大変か <laughs> どういうこと怒られるみたい怒られてみたいエム呼んだ <laughs> そう汗だくになるから気をつけてくださいねそう本当にそうなんだよね蒸し蒸しに雨ってね辛いですよね暑さ対策ぜひね皆さんしてってくださいねうんね、あ、そうなんだウェザーニュースだと三十四度かきついね暑いねね えーっとまゆちゃんが大好きだからね M が多いのかあそれのそっちの M ね <laughs> そっちも M ねえー、っと11月も2、ね、ショットあればいいんやけどそうだねあるかなあるといいけどねや,やりたいですよねねええー、とサウナみたいな暑さかなそうだねサウナみたいななんかちょっと弱めのサウナみたいな感じかもしれないねうんそう。 どういうこと、もう来るなって言われて、どうしたの、絶対言わないよ <laughs>。絶対言わないからね、うん、ええー、と、我慢だ。<laughs> 我慢大会だな、確かに、暑さはね、ちょっとね、どうなるか。でも、本当、あの、なんだっけ、よく、も、皆さんが持ってる、なんか、ミニ扇風機みたいなのがあったらね。そう、ぜひぜひ、待ってますね。今回は優しくしい、本当に、どうしたの、何があったの、何があったんだ。<laughs> 何があったんだ。<laughs> 話聞くからね、うん。雨降らないといいよねなんかカラッと晴れてくれたらねいいですよねうんそう水分補給もねいっぱいしてくださいねこんばんはこんばんはあえっ、ー、とハンディファンかごめんハンディファンありがとうございますひん,やりひんやりグッズとかねそうだねぜひぜひねえまたねそう振り返りとかねできたらいいんですけどねうんおかわいくて痩せそう。 汗かくからかな。ね0月になりますが楽しみにしてます。待ってるね。ありがとうございます。涼しくなったら行くか。でもねそ本当にね暑さってねなんか体調をねコントロールしてくるからさコントロールコントロールできない。暑さはコントロールできないか。そうできないからさでも無理は本当にしないでくださいね。うんねね気をつけてねみんな。ね本当に恐れてくれたらねそうだよね海沿いにねうん可愛い,い。あ突然ありがとうございます。 ありがとうございます。えー、っと、一回も使えてない、まりの家はつかしか。<laughs> 一回も使えてないの、一回も使えてないんだね。ねー、みんな大釜で整うなっちゃうよね。そうだよね。うーん、みんなね、気をつけてくださいね、本当に。ね。えー、っと、そう、二十三、二十日に来る予定なんですよね、台風ね。うーん。体調には気をつきます。気をつけてね。 エアコンあったらコントロールできそうなんだよね今後空調が出ちょっとないところなのでみんな本当に気をつけてとしか言えなくてごめんね気をつけてねうーんえっと、そんなにおすすめそうねサウナ好きな方だったら暑さは大丈夫なのかなめっちゃ喉乾くよね単調には気をつけます分かった気をつけてねえっとみんな、えっと、空調服空調服着ていくしか何空調服ってどういうやつどういうやつ涼しいやつってやつかな こんばんはこん,ばんはえー、っとお星の久しぶりだお星の久しぶり星星扇風機のあ扇風機のく、えー、っとついた服なんだねそっかそっかありがとうございます教えてくださってね気をつけて本当に服に扇風機あありがとう教えてくれてせあ先生でなんとか頑張るね気をつけてねあファンがついてるジャケットかあーなるほどねありがとうございますすごい教えてくれるグーグル先生いっぱい <laughs> え そうなん、あんま涼しくないと聞いたあ。そうなのね。そっか、水着じゃ入れないよね。あ <laughs>、そうだ。水着じゃそうだね。入れ入れないね。<laughs> そうそうね。あ、ファンがついてるあそうなんだね。そうなんだね。仕事現場もうちっと頑張ってね。あ、えー、っとお疲れ様です。お疲れ様です。作業着みたいなあ。そうなのあ、会社で使ってるあ。そうなの？外仕事の方とか使ってるのかな？うん。あ、仕事できてた。そっかそっか。 ねえでもほんと気をつけてねなんか何ともねなんか何にもなんか予想はできないじゃんそうなんか未来のことが分かったらいいんだけどさ未来のことが分からないからねそう気をつけてねほんとにねえワークマンで売ってたワークマンで売ってたマニーガールで行くか <laughs> 本当に来るの <laughs> えーとたまにもあそうな電車で来てる人もいるんだねそっかそっかなんか。 ほ本当に何とも、ね、言えない状態だからねほんと気をつけてほしいなって思うしまたねそうあのー、次だと10月1日かな10月1日も楽しみにしてますし楽しみにしてますしあの10月15日も楽しみにしてますしねありがとうございますねそうだね秋って台風多いよねねえそうだよねいいお値段するあなかなかの音なかなかの音するのうんそっか。 ね未完成の未来だからあ上手だね <laughs> アルバムにかけたねね本当に気をつけてねえー、っと10月撮りました待ってるねうん昨日の服腕上げたら涼しさあそうそうなの昨日の服ねそうなんかねウエルハウエルのとなんかキャミーワンピースみたいになってて別なんだよねそうあれ、ね、涼しいかもうん東京会、えー、っと開催はお邪魔しますよあ待ってますねありがとうございますありがとう 嬉しい！ありがとうございますね。10月の分はそうですね。ありがたいこと。あそうああそう、そうだ。ありがとうございます。そう、10月の追加になった分がそう。ありがとうございます。全部完売でありがとうございます。そうだ、このお話するのごめんなさい。忘れてました。ありがとうございます。ありがとうございます。おしゃべり会とそう。あのー、通常と撮影会もありがとうございます。ありがとうございますね。おめでとう！あ <laughs> すごい！ すごい！おめでとう！って言ってくれてる！嬉しい！ありがとうございます。皆様のおかげでありがとうございますね。これからもね、おしゃべり会でいろんな話できるのを楽しみにしてますし、あの通称と撮影会でいろんなお話、いろんなお話のい,いろんな写真を撮れるのも楽しみにしてます。あ、ありがとうございます。おめでとうってありがとうございます。ケーキもありがとうございますね。ありがとうございます。<laughs> 嬉しいです。ありがとうございます。なので、そう来てくださる皆さんには楽しんでいただけたら楽しんでいただけるように。あの工夫して。 取っていけたらいいなと思っておりますありがとう本当取れない本当そう言ってくれてありがとうねありがとうございます次回ゆっくりおしゃべりしたいですねそうだね声聞こえなかった方とかもねいらっしゃるのでね待ってますねありがとうございますねありがとうございます少しだけど行くよ待ってるね <laughs> 請求が怖いそうだよねでも本当無理はしないでねありがとうございます次回はちゃんとお話してきたらね,ね楽しみにしてるよありがとうね ありがとうございますありがとうございますねうんあ10月以降忙しくなる取れなかった頑張ってねお仕事ありがとうございます燃やし栽培始めますえ来てくださるんですか私のところ <laughs> 11月もねあるというね15日を目標に頑張ります頑張ってねお仕事頑張ってねありがとうございますお手柔らかにねいつもお手柔らかですよ私 <laughs> お手柔らかなんではい さて、あなたことを最後の通常とあそっか。最後かそうだよね。最後になる方いらっしゃる。行ってかそうだよね。最後だよね。うん、そうだよね。えー、っとありがとうございますね。ありがとうございます。嬉しいあ、もう嫌だう。もうあ、ん、うん、うんそっか撮ってるかな。無理せず dd します。<laughs> してください。むえーっと無理して。でも直接話したいえ。待ってるよ。待ってますね。うん。 ぜひまた公演とかも待ってますしありがとうございますあ七7分取れなかったそっかそっかそっかまた待ってるねありがとうねお待ちしてますのでありがとうございますえーっとあー取れなくて残念あそうなんだそっかそっかあそっか15日って何かとあれですよね前もお話ししたなんだっけなんかあれですよね男性グループさんのがあるんだっけちょうどあるんだっけかぶってるんだっけそうだよねそうだよねそうだ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  そうだそうだだですよねだから皆さんそうだよね宿とかそうだよねあと新幹線とかも帰りとかもね,ねもしかしたらちょっとお道が混むかもしれないですよねあそう多分そうだよね有名なグループさんのところかなあそうなんだねなんとか宿取れました本当ありがとうございますねありあそうなんですね。ありがとうございます,す皆さん教えてくださって <laughs> あーそっか染める場所もねそうだよねそうだよねみんな詳しいね ありがとね教えてくれてありがとうございます車もそうだよねあネギ姉兄さんこんばんはあ今日ネギでしたありがとうございます色がね <laughs> そうなんですよねだから結構みんな集結するのかなそうだよねあ宿がもうないんだそっかそっか駐車場もそうだよねもっかそっかみんな気をつけてね本当にそっか大変だねうんねええー、っとそう が、ええー、と1枚新潟1枚だけで楽しみにしてます。ありがとうね。ありがとうございますね。そっち生誕ていう15日に着れたらいいなと思ってるので、お揃いにしましょうね。ありがとうございます。あ、そうなんだ。えっ、ー、とこれから申し込みだと思って。ああ、そうなんだね。ごめんね。ごめんね。そうなんですよ。そう、えー、っと16日に何か入ったら大で <laughs>。16日ね。どうなんだろう？誕生日当日の日は全くそう。 何かあるとは聞いてなくって何か,あるかな何か聞いてみようかな <laughs> でもそうしあれ聞いてもあれかまだみんなには教えられないか <laughs> 何あるよってね言えないしね <laughs> 聞いてちょっと聞いてみますねね何あるかなそうあるかな何かそう何かえっといつだっけ去年か去年もあの当日におしゃべり会でしたっけあれ当日だったっけ だからそうおしゃべり会とかがあったからそう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 どうなんだろうでもね16日にできたらいいなと思ってたんだけどおしゃべり会もそう15日になったんだよねうんあ15日の夜からショールームできたらやりたいなって思いますうんこっそり教えてね <laughs> 聞いただけだよって言われてもそうだよね <laughs> 何かありますって言ったらあれだけどね <laughs> ねそうだよねでもも生誕祭も今は あのー、ひのちゃんかえりちゃんとかさあと10月のメンバーとかもいるからそうなんかちょっとどうにかなるかどうにどうなるかっていうのがちょっとわからないんですよねそうねあそう寝坊 <laughs> そうだ <laughs> 誕生日当日に寝ちゃった日ね <laughs> 寝ちゃってた寝ちゃってたねー16日なら行けたあ本当本当にそうお母さんのね鬼伝で起きた <laughs> そうだよねなんかねあるかなそうみんなそう心配してたやつだよねそう日をまたぎ配信ができたらいいなと思います。私ね今までやったことなくって多分日をまたいたのお正月ぐらいじゃない私そうまだやってないそう生誕祭をやってないメンバーがいるからそうどうなるかなっていうところがあってそう生誕祭16か23になればいいな <laughs> 23, 23日だと行きやすいですかすごい <laughs> すごいまさかの提案 <laughs> この日いいがいいみたいな <laughs> ありがとうございます去年の生誕祭は11月にやらせていただいたんですそう11月にねしたんですけどそうどうなるかなっていうところはありますねまだねできてないメンバーとかもいるのであそうだねあおちゃんもそうだねあおちゃんもねそうだね春香村が今度あるよねそうだよね 確かに何か,かできたらいいなぁと思っております今年こそありたいありがとうございますありがとうございますねそうだねそうそうそうあそうえー、っとねそうりかちゃんがやってたねうんねだからまたねそうすぐに分かったら言いたいないつになるかね,だかねどうなるか私も読めてないのでちょっと順番を待ちたいなって思いつつうんね結構そう結構待ってるメンバーとかいらっしゃったりとか。 かあのー、その生誕祭に行きたいと思っててあのまだその公演をねその控えてる方とかも他のメンバーさんの推しの方でいらっしゃるのでねそうだよねえー、っとあよね年ほど入れてないんだあそうなんだねそう控えてる方が多いみたいでそうそうそうだからねまたできたらいいなーって思っておりますもし決まったらお知らせします分かりましたお知らせしますねそうなんだよね確かに 平日にセーター触っても行きたいえー。ありがとう。そう言ってくださってありがとうございますね。ねそうなんだよね。ずっと保存してらっしゃる方もいらっしゃるからそうだよね。うん、11月になんとかなるかな。そうだね。11月とかなるかな。うん、えー、っと気圧使っててもありたい。ありがとうございます。調整させてくれるのはいつでも勇気取っていく。<laughs> 嬉しいみんなありがとうそんななんか私のね生誕祭にそうこういう風に言ってくださってありがとうございます嬉しい、うん、ねありがとうあろいいところで <laughs> してほしいありがとうせめて金曜日だよ <laughs> 平日の中でも金曜日ね 本当平日がいいむしろ平日助かるって方もいらっしゃるし平日だとちょっとって方もいらっしゃるからね難しいよねねありがとういけますようにってありがとうみんなすごいありがとう <laughs> ありがとういろいろな希望をやってくださってありがとうあ1 6やっとってあるんだねありがとうすごいみんな優しい <laughs> 心にしみたもう今日やる今日やりたいぐらいだね生誕祭ね <laughs> ありがとう土曜日がいいよ <laughs> <laughs> そうだね早めにねそう発表があったら一番その日にさみんながもう前もって予定を合わせられるからそれが一番いいよねありがとう嬉しい <laughs> みんな <laughs> あなんか光った <laughs> えなんで光ってる今い開かれてる <laughs> そうだよね平日ならねそうだよねありがとう1時間やる <laughs> 嬉しいありがとう ありがとう公演ねそうだよね「おつぼね公演」もねでもねやっていきたいなと思っててせっかくね衣装も作っていただいたからや,ってやれたらやっていきたいなって思うしねちょっとねこれからどうなっていくかっていうのはねなんかちょっといろいろとそうこちらでね決めたいなって話ってね決めたいなと思ってるんですけどありがとうございますね本当にうん「おつぼね」の新メンバーになりたいですあっほんとえいいんですか <laughs> ね早めに何とかえっ発表してくれるなんとかなる。ありがとうまあ、いつでも行きます。ありがとうそういう平日休みにしてもちょっとっていいか。ありがとうそこも気になるよね。そうだよね。そうだよね。ありがとうございます。うん確かにね。そうなんですよね。あ確かに1ヶ月前とかねそうだよね。確かに生誕祭とかなんか予定も出るのもなんか2週間ぐらい前とかだったりするもんね。 そうだよね。うん、これからおつまみ行くよ。ありがとね。これからもおつまみ行くよか。ありがとうございます。仕事休んででも行きたい。<laughs> これは願望かな。願望か。ありがとう。ね、そうだよね。えっ、ー、と、あ、おつまみテシャツね。ありがとうございます。ね、ちょっとね。これからでも、なんかみんなでどんどんできたらいいなとは思ってるので、そう、公演とかもね。うん。ね、行ける準備してます。ありがとうございます。全員 <laughs>、全員でおつまみ。 確かに何かおつぼみみたいなもんだもんねみんなね <laughs> ねそうね公演もね,やり,ね,園ね,園もねやりたいですよねユニット公演とまた違ったね公演とかもねやりたいですよねそうだよね確かに5日前とかもあったよね発表したのねそうだよねそれだとねちょっとねなんかスケジュールがね合わせられなかったりしますもんねちょっとまたそちらの方をあの伝えておきますねちれば早めに 出していただけたら嬉しいなっていうことをお伝えしておきますねありがとうございますあ、つぐちゃんあ、そっかつぐちゃんもだよつぐちゃんもおつぼね <laughs> そうだね、すぐもおつぼになっちゃうよねうんうんうん、そうだよ、そうだよねね、またやりたいなって思っておりますのでありがとうございますあ、今、えもう23時5分なんだありがとうございます何時に、今日もまた歌えたらいいなと思ってるので何時に歌おうかな、何時に歌えばいいあ えっと、23時10分だったら歌いたいと思いますしそしなでもちょっとね今日家族がいるからちょっと恥ずかしいんですよね <laughs> 家族とカラオケ行ったりとか全然するんですけどなんか家族の前で何、あのー、だろうマイクを通さず地声が聞こえるじゃないですか <laughs> なのでちょっと恥ずかしいんですよねまあでもやっ結構ね実家でもやったことはカラオケ配信やったことあるんですけどなんか久々にちょっとやるので <laughs> ちょっと恥ずかしいなんなだ声声出してく <laughs> そうちょっとね恥ずかしいよねうんねえ恥ずかしいが恥ずかしいいやなんか家族の前だからこそちょっと恥ずかしいかもしれない <laughs> うんえっ、ー、気にするちょっとね気にするかもうんなんか地声が聞こえちゃうから <laughs> そうねあっという間ね時間になっちゃうよねほんと話してるとあっという間ショルームありがとうございます ねあそっか早めに出してくれるとそっかそっかそうだよねそっかそっか宿題とかもそうだよねそうだよねそっかそっかそっかコー,ルコールしてくれよかな <laughs> でもさしそうでしないキスってどこでコールするんだろうなんかわかんないよねどこなのなんかポンコツはイントロとか長いじゃないですかそうだよねもういきなりそうしそしな始まるからコールどこで入るんだろう 自分だけはいつだって冷静で流されないで思ってたマリちゃんみたいな思ってマリちゃんみたいな感じになっちゃうね <laughs> 前のメリコールになっちゃうないそうだよね確かにコールるあすごいあ上手ありがとうございますこれ持っていくことねそうこれねそう今ねお母さんが出してくれたえ使っていい？うん、そうこれね謝メ会で使おうかなと思ってたマイクなんですけどそうこれ <laughs> 使うと思います。 あ、最近は、あ、そうなんだ。イントロ短い方が、ええー、なんか印象的なのかな。残るのかな。でも。マイク。全、え、然、ーね、なんかもう、マイクみたいな感じ。そう。突発しすぎそう。マリちゃん、なっちゃうね。<laughs> 壁すぎみになっちゃうよね。うん、お母さん優しい。あ、そっか、サブスクが入ってる。あ、そうなんだ。そんな。関係もあるんだね。よいしょ。ステージマイク。結構そうだね。価値の見た目してるかも。 あ、まだだったごめんフライングゲットしようとした <laughs> ちょっとギリギリまで中電しようよいしょそうまゆみさんありがとうございますよいしょあ喋しゃべかえで歌っ <laughs> しゃべかえでしゃべかえで歌ってどうやって撮るしそうでしーないって歌ってる様子を取るってこと <laughs> それ難しくないしそうでしーないってねそうだよねみんなその状態で取るってこと <laughs> シュールじゃないシュールの歌ってっていうコメントあったけどさうん <laughs> え際立だった際立だった本当 <laughs> 確かに動画で欲しくなっちゃうよね <laughs> ブレブレになるより揺れちゃうから <laughs> 猫耳買っちゃったあじゃあ猫じゃらしの時是非猫耳つけてくださいね <laughs> はいありがとうございますあみかん箱にとって <laughs> なんかちょっとちょっと昭和チックですね <laughs> うんあ今日そうだねそうだよねあひのちゃん歌う日だったよね えっとそれで終わっちゃうね歌って終わっちゃうねうん動画界確かに写メうんとし写メ会って言わないもんねずっと写メ会って言っちゃうんだけど今撮影会って名前だもんね確かにだって写メ写メって写メールのことだもんね写真メール写メールのことだからそうだよねあんま言わないか今よく今ね写メって言っちゃうしゃメ会って言っちゃうよねなんか AKB さんでさう写メ会をしてたからさ そうだよね <laughs> 今しゃべえるかもうねそうあんま言わない状態になっちゃうもん言わない時代になってきましたもんね。動画会してるしてああえっと前の AKB さんみたいなやつの感じかなイベントでねうんうんうんそう 2S って言ってるあ 2S 会ね。 そう分かってるも喋写メなっちゃう。ですよね。喋メ会になっちゃうよね。あがら系用語か。そっか、そっか。今ないもんね。喋メ会って言われても、そう、分かんない方とかいらっしゃると思います。あ、分かる。<laughs> じゃあ、喋メ会って言っていい。これから。<laughs> ごめん、私。<laughs> 私、喋メ会って言っちゃうかも。言い続けていい。<laughs> じゃ、言い続けますね。よし、じゃ、歌いたいと思います。よいしょ。よいしょ。 えイケビンの頃からえっ、ー、とシャメール」って古い言葉じゃな,なんか「シャメール」とは言わないけどなんか「シャメ」っていうから特になんか「シャメ」っていう言葉を使ってたんだけど「シャメール」っていう言葉は使ってなかったんだよねそうよいしょよいしょ聞こえるかしら大丈夫かなあっち普通にシャメ替えでいいえー、っととういうことで歌い,いたいと思いますすっかり定着そうだよね普通にあシャメ替えでいい <laughs> お兄さんも写メで聞き慣れてるよかったよかったよし歌 <laughs> い,いたいと思いますあ写メ送ってそう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 ねなんかそんな感じで言うよね言いますよねあそうそう携帯で撮るイメージそうイコールそう写メみたいな感じということで歌 <laughs> い,いたいと思います声出なかったらごめんね <laughs> よいしょ 寿司のタイムです。これはどう、どう、どう歌えばいいんだろう。こう。難しいね。と、どこかな。ちょっと、音流して。え、なんで目の前に座ってきたの。ねえ、なんで目の前にいるの。<laughs> 目の前に座ってた。え、踊ってなきゃお母さんが。<laughs> 特等席だって。<laughs> 目の前。うん。あ、みいちゃんも来たね。みいちゃんも聞いてくれちゃい。それでは、歌いた,たいと思います。 ああ、あ、音音ああしそうでしないあなたのキスボー落ち着かず思わせぶりでねえどこへと飛んでいくの目を閉じたら唇がずれたそう 谢谢你。 「い愛しさだねそんな気持ち」「あぶらかしてつないだ手を引っ張られたしそでしない」「まさかこのまも、ま、半信半疑勘違いしそう」「左のラ近づくかも」「勢いならば一回で終わり」「するのか」 どうかな「ドキドキして」「わかりたいわかりたくない」「次は何が起きる」<music>「しそうでしないあなたの傷はどう落ち着かず思わせぶりで目の声へ 目のように儚すぎて「腕を回ししこみついて」「このままこうしていたい」「あなたのきはと風じゃない」「巡り合ってこの場所に来て」「たまったまま見つめ合って」「言葉以上に愛を伝えたよ」 ねやめて。<laughs> ありがとうございます。違う。あのね、すいません。本当に。<laughs> なんかいきなり目の前にもこうやってやり始めたり <laughs>、踊り始めたから、なんか両親で踊り始めたからびっくりじゃん。もう全力に目の前 <laughs> お父さんもお母さんもなんかあのさあのキスバーでダンサーやってくれたので<笑>,笑っちゃいました恥ずかしいありがとうございます <laughs> 両親で両親であの踊ってくれましたありがとうございますということで見てくださってありがとうございますそうだよね見せたかったみんなにも <laughs> みんなにも見せたくてそうありがとうございますということで今日も聞いていただきありがとうございましたどうしようかな

<laughs> そういつもねこんな感じでねほんとお母さん呼んでるんですよ私も呼んでるいい顔してたあよかった <laughs> ねこの心配待ち2ショット賞味会になっちゃった <laughs> ありがとうございますあ、あ、パチュあキキキロ 5. 5キロおっかキロだったねチュかわいいいいぱるです

取れたかなねえカチオキさんありがとうねおとなしいんですよ本当と,ということで私え本当くえほと,とど,どってるイケメンありがとうございます美ケ？超褒められるでもりかちゃんもねカツオすごい好きって言ってくれて<え>そうあ入ろうと思ってもカそうカツオ推しなんだよねそうありがとうございますということで

綺麗ですねこっちありがとうございますそれではお名前をびさせていただきますすごいカーチューって声めっちゃ入ってるよ多分今日の配信見た人誰の声かなって思っちゃうよね今日初めて見た人ねお母さんですそうお母さんがカーチューって呼んでます私ありがとうこちらこそありがとうございますそれではお名前をびさせていただきます中サインがねメキンまるアットワンタンさんありがとうございますありがとうございます割りなしかしてるありがとうございます,すごい この時髪の毛がすごい黒かったねありがとうございますね13位がデミキンさんマリナシカしてるそして12位があきひろクローバーアットワンタンさん今日もここ今日もたくさん心に潤いを与えてくれてありがとうありがとうございます <laughs> あきひろさんあすごいなんか飲んでる美味しそうなの飲んでるこれは何ですかぜひ教えてくださいねありがとうございますそして11位がえーとジュンアット ワンタン西ヶ岳モグリンさんありがとうございます。え、おさむ君にしてる結構昔の王様君にしてくれてる。ありがとうございます。多分お風呂入ってるお風呂の時のおさむ君かな。ありがとうございますね。ありがとうございます。で注位が。傭兵ニコリりワンタンさんあ、お疲れ様。19日に会いましょう。さん、ありがとうございます。ちょっと拍手のタイミング間違えないで。<laughs> <laughs> 間違いないでありがとうございますねお待ちしておりますね気をつけてきてねありがとうしゃあな感じにしてくれてそして9位が「4日のツ夜さんありがとうございます」と19日は上司と交渉したので、えー、休み取れたので楽しみにしていますありがとうございます、はい お待ちしてますね気をつけてきてねしゃべり替の写真にしてくれてありがとうねありがとう上司の上司さんとお話ししてくださってありがとうございますそして8位がババちゃんあとはあなたのバムマルさんツエスカイよろしくお願いします待ってますねあすごい鹿がオフ入ってる <laughs> ありがとうございますこのあれイラスト屋さんの絵ですね可愛いですよねごめんなさい順番が入れ替わってしまって順3がデメキンさんえっ、ー、と淳さんえっ、ー、と洋平さん アキヒロさん、プライスさん、スパボちゃんさんありがとうございますそして七位がカズアット、ワンタンさん、しそうでしないキス最高マインヤンさんありがとうございますカズアット、ワンタンさんありがとうございますマインヤンだってピースしてますありがとうね喋り会の写真にしてください。ありがとうございます嬉しいです初心のいい歌ですよねそして六位がソウルメイトさんありがとうございます 19日無事に行けますようにさんありがとうございます待ってる気をつけてね写メ会の写真にしてくれてありがとうね晴れだったんだけど次の日が、うん、そうなんだよねちょっとね大変なんですよねね、うんえー、みんな気をつけてねありがとうそしてえっ、ー、と5お喧嘩して大丈夫かな5位が音速のき講師あとワンタンさんありがとうございますおやすまにいなんだって <laughs> 口開けてあの大きな バシバシバシって言って大変 <laughs>、台風あの手叩いて笑ってます。すごい、私そのこの躍動感ありますよね <laughs>。とんとんとびそう。ありがとうございます、ベッドビングね。ありがとうございますね。すごいバサバサしちゃった。そして4位がえっ、ー、と宮野ミッキーアと台風なんのその大カメに行きちゃん。ありがとうございます。写真のオフショットの写真です。ありがとうございます。肉球はどこまで気持ちいいのかって言ってます <laughs>。 いつもねこの言葉にしてくださってありがとうございますそして3位が刹那とワンタンさんおしゃべりかありがとう19日岡おも楽しみにしてますさんありがとう写真にしてくれてありがとうね今日のままにありがとうございますお待ちしてますね無事にねそうね帰るまでがね喋メかなので帰れるといいな待ってるねありがとうございますそして2位が高橋やっと西ヶ岳さんありがとうございますマリナ沼 <laughs> ありがとうございます ええツアーも楽しみあツーツー,ー楽しみですあありがとうございますねマイクさん、ね、ありがとうございますありがとうございますねじゃまた持ちしてますねありがとうございますそして1位が K アット新潟さんえー、っとお喋り会ありがとうございましたマサルいい顔してるマサルになっちゃったおさむです <laughs> マサルになってるおさむですごめんねマがオになっちゃったかなありがとうございます マサルくんになっちゃったマサルくんになっちゃってたねそうおさムくんですありがとうございますいい顔してるねありがとねスクショにしてくれてありがとうございますということで今日も見ていただきありがとうございましたミッキーさんジューズさんヨエさんオケヒロさんえクラシさんボボちゃんさんカズさんえー、ソウルメイトさん音速の気候師さんソウルメイトさんあごめんなさいソウルメイトさん音速の気候師さんえー、ミ宮ノミッキーさん せつなさん、たかしんさん、ケイさん、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、全星でした。え、またおしゃべりお話会待ってますね。ありがとうございます。今日のハッシュタグは、あの、すき焼き月見を、あの、すきみって訳してしまったので、間違えて、なので、ハッシュタグすきみにしたいと思います。私も食べたいな。うん、すき焼き、月見食べたいと思います。ハッシュタグすきみにしたいと思います。ゆっくり休んでね。ねありがとうございます。お父さん、まゆみさん、ありがとうございました。さ。 <laughs> 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 ありがとう最後お気をつけてありがとうございます。ということでまゆみさんってありがとうございます。確かに大阪の話題だと思われるかな。すきみ、ありがとうお疲れ様でした。ありがとうございます。そ、は、れ、い、では今日も本当にすきみを出してみたい。本当やってみてでも伝わるかな。ごめんね伝わらなかったらということあはいひらがなにしようかな。ありがとうございます。ということで今日も見ていただきありがとうございました。またお知らせしますね。今日も可愛かった。ありがとう。 それではまたひまでお待ちしてますねありがとうございますそれではたくさんのコメントアイテムありがとうございました次回もまたお知らせしますねいい目見てねありがとうまたねバイバイみな